はい、どうも、てるんです。本日なんですけども、お寿司が食べたい。もうここ最近お寿司欲求が半端なく上がってきてるんですよ。なんでここまでお寿司屋さんに行きたいかっていうと、この時期ね、アワビが美味しいんですよ。まあ実際その産地とかによってまた変わってくると思うんですけど、一般的にこの夏の時期って黒アワビが美味しいと言われるんですよね。サザエと同じように。というわけで本日は黒アワビパーティーでございます。はい、今年で一番高い買い物をしました。で、今冷蔵庫の中で眠ってまして、今のこの夏のね、暑い室温にあんまり出したくないので、そのお姿はまた調理編で。というわけで早速、本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、アワビフルコースということで、まず1品目。蒸しアワビ&煮アワビ。僕これ大好きなんですよね。で、2品目。やっぱりアワビのお刺身。で、3品目。浜焼き。焼きながら熱々をいただきましょう。いや、今日も楽しみですね。では張り切ってまいりましょう。ではまずやっていきますのが、今回要所要所でお出汁を使いますので、そちらのお出汁から取っていきます。今お鍋のお水を張って、その中で昆布を1時間ほどふやかしている状態です。じゃあいつも通り強火に一旦火にかけて、一番お出汁の出やすい70度までは一気に駆け抜けていく感じで、このお鍋の鍋底にちょっと気泡が出てくるくらいの、60度から70度までいきましたので、火加減を最弱にして、はい、いつものごとく1時間。で、今回あくまでも主役はアワビですので、そのアワビの香りとかを邪魔しないように、今回は真昆布で取っております。いつも使う羅臼昆布だとちょっと強すぎるかなと思いまして、はい、ということで無事1時間経過。じゃあ昆布を取り出して、でいつも通りまたこの中に昆布のぬめりなんかが混在してますので、はい、一度火加減を強くして、あとはこれを掃除してあげれば、はい、昆布だし完成。いい感じ。ただ今回ちょっと濃く作りすぎた感ありますけどね。おお、昆布のうまみがすごい。ではここから蒸しアワビ&煮アワビに入っていきます。で、煮アワビを作るときにこちらが必要なんですよね。さっき取った昆布だしで、まず煮アワビ用の煮汁、こちらから合わせていきますので、そちらの材料たちをせーの。こちらから日本酒、昆布だし、薄口醤油で、今回の分量がこちらから 500cc、100cc、100cc、 5対1対1ですね。で、今回の比率はプライベートでも長くしてもらってる関さん、和食の料理人の関さん、その関さんの YouTube チャンネルの比率を参考にさせてもらいました。なのでこの元になってる動画は概要欄にこうバシッと貼っておきますんでね。本当の寿司職人の方です。すごくお酒が好きな方なんでね、すごく波長が合いますね。じゃあこの比率で全部を合わせて、一応これで煮汁完成。で、ここからは努力目標になっちゃうんですけど、この皮付きの大根を、はい、ポイポイで、こちらまた後で使いますんでね。で、こちら今何をしたかっていうと、江戸前の貝のお仕事、ハマグリとか、あと今回の煮アワビとか、そういう時にこうやって大根を加えるんですよね。で、加える理由としては、大根が持ってるタンパク質分解酵素、その力を使って柔らかくしていくっていうことやと思うんですけど、正直そんなに変わらないような気はします。加熱もするしね。ただこうやって大根を加えるっていうのが一応クラシックな作り方で、煮アワビ作り方いっぱいあるんですけど、一応今回はこれを火にかけるというより、今回こちらを蒸し器に入れて、蒸し器で火を通すって感じにします。で、一応こちらで煮アワビの準備終了。じゃあ次が蒸しアワビ。先ほどのこちらの大根、これを薄くスライスしまして、こちらが後ほど蒸す時のアワビの受け皿になります。というかお皿、この上にアワビを置く感じで、理由としてはさっきと同じ大根のタンパク質分解酵素、これはそんなに変わらないんですけどね、気持ちの問題です。で、ここにアワビを置いて、その上に昆布をポンと置く感じです。これで蒸しアワビの準備終了。はい、ではそれでは長らくお待たせしました。本日のメイン食材の登場です。よいしょ。はい、黒アワビでございます。もう言わずと知れた高級食材ですよね。ついに手出しちゃった。で、アワビは他にもいろんな種類がありまして、例えばメガイって言われるアワビ、結構加熱調理に向いてるアワビだったりもするんですけど、それと対をなしてこの黒アワビのことをオガイとかオンガイとか言ったりするんですけど、実際にメスとオスってわけじゃなくて、全然違う種類のアワビです。で、その中でも黒アワビ、加熱しても身がちっちゃくなりにくかったりとか、あと身がもうとにかく美味しい、味がいいっていうことで、お寿司屋さんなんかでも使われる高級食材です。で、今回のは和歌山県産ですね。伊勢湾です。でちょっと見てほしいのがこれかな。伝わるかなこのサイズ感。176センチの男の手と比べてこんな感じです。手のひらサイズで、こちらで重さが約 400g です。口でお寿司屋さんで使うサイズで、こっちがだいたい 200g とか 250g ぐらいだと思います。一般的に Amazon とか楽天市場とかで買えるサイズでも 200g って結構大きい方なんですけど、てか多分このくらいがマックスになってくるんですけど、ちょっとね今回注文してから海が荒れまして、海のしけの関係で僕がもともと注文してたこちらの 250g ぐらい、これの数が揃いませんってなったんですよ。ただたまたまこの 400g ぐらいのサイズ感が取れましたのでっていうことで、今回ラッキーでしたね。でこっちの 400g 級の大きい子たちは蒸しと煮アワビ、どうしてもね縮みにくいといっても身が縮むので大きい方がいいかなと思いまして、でこっちの 200g から 300g くらいの子たちはお刺身と焼きで、こっちのちっちゃい子たちはまだ出番ではないので、はい冷蔵庫よし、じゃあ仕込んでいきます。で皆さんご存知の通り、アワビってこうやって岸壁とかにピタッと張り付いて、でワカメとか海藻とか食べて生活してるんですけど、もうそのおかげで結構この辺にゴミが溜まりやすいんですよね。この子とかもここにゴミついてますもんね。なんていうかゴミというか土とかここの剥がれた岸壁の破片とかが結構つきやすいので、まずそこのお掃除からいきます。でまずたわしをご用意いただいて、しっかりとアワビをゴシゴシでゴシゴシやっていくと、この黒アワビのせっかくの黒い色素なんかも落ちちゃうんですけど、もうあまり気にすることなくゴシゴシと洗っちゃってください。食べた時にガリッとなるよりかはまだマシなのかなと僕は思うので、で今回甲羅も盛り付けに使いたいので、はいゴシゴシ。一応後で煮沸しますけどね。結構汚れるでしょ。じゃあここからいよいよこちらの殻を外していこうと思うんですけど、使う道具としてはこういったオイスターナイフとか、あとバターナイフとかスプーンとかフォークの柄とか、なんかそういったものをお使いください。ただある程度の大きさまでいくとアワビがこのくらいの短いオイスターナイフとかだと貝柱まで届かないので、ちょっと使いづらいかなと思います。こんぐらいあれば十分でしょ。今日僕これで、アワビの殻を外す時にこのアワビの持つ美味しい美味しい肝、そういったものを傷つけずにねきれいに取り出したいんですけど、アワビの肝があるのがこれが剥き終わったアワビの殻なんですけど、こっちにねボコボコボコっとしたのがあって、でこっち側は殻が分厚いで、逆にこっち側はシャープなんですけど、ここのポケットになってる部分、ここに肝がベッとついてるので、その肝を傷つけないようにこっちからの方が傷つきにくいかなと思います。だからこれで言うとちょうどここの部分に肝が入ってるので、刃を入れるのはこっちで、アワビの身をビラッと持ち上げるとこの奥に紐が1枚あるので、これをしっかりとめくって、ここの貝柱の付け根をだん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 と剥がしていく作業。あ、長さが足らん。で貝柱が取れたら、あとここで貝ひもと貝がペタッとくっついてますので、僕はこれ指でピーッと剥がしてあげて、紐を傷つけないように優しく優しくで、無事接着が外れたら、あとはこれをはいドゥルン。これでアワビの殻外し終了で、このアワビ先ほど切り離したこちらの貝柱と、あと内臓、これがピタッとくっついてますんで、それを外していきます。ちょっと肝さんちょっと出ていって、で一応これ手でもできるんですけど、ビリビリビリっとね。ただ肝のここら辺を取るときに結構ね肝傷つけやすいので、包丁を使った方がなんとなく確実な気がします。でこの時肝は絶対に傷つけないように。続いて反対側、で今ここでつながってたものをペッと剥がしたんですけど、この下にここがあります。このプニプニしたところ、ここがアワビの口です。で今剥がしたここの裏に、この口から続く内臓が貝柱を回るようにぐるっとあります。だから今からここをピッと切るんですけど、出ます。何がっていうと、はいこういったものが出ます。でも何も臆することなくこの内臓を外していってください。でこれで身と内臓に分割完了で、こっちの身の先ほどここが口ですって言った部分にもうちょっと見えてるんですけど、ここにちょっと見えるこの赤いもの、これがアワビの口です。可愛い牙してますね。ここはやっぱ硬いので、人によってはこう切り紙パッと揺れて口だけを出す方もいらっしゃるし、僕は結構大胆にこういっちゃうんですよね。っていうのもさっきビチャッと出ますって言った内臓、それをきれいにショートすると、ここを取らないとなかなかきれいにできないんですよね。だから僕は取ります。はい、これできれいさっぱりになりました。じゃあ今回煮アワビを4つよいしょよいしょよいしょで蒸しアワビを3つにしようかな。でこっちの蒸しアワビの方にはちょっとお酒、よし、じゃあ蒸していきましょう。でこちら蒸し上げる時間なんですけど、お店によっては15分から30分ぐらいの短く蒸す派の方と、逆に3時間から4時間ぐらいしっかりと蒸す方で分かれるんですけど、僕は今回しっかりと蒸し上げます。なので時間としてはだいたい3時間半から4時間ぐらいでいこうと思います。でアワビってそのままだとサザエみたいにコリコリしてますけど、火を通すとふわっふわになる。その理由なんですけど、アワビってすごくコラーゲンが豊富な食材ですんで、牛ほほ肉とか牛すじ肉とか牛すねとかといったものを長時間煮込むとトロトロになるのと同じ原理です。コラーゲンがゼラチン化していくやつで、一応このゼラチン化の推移的にイメージ的にはこんな感じです。加熱を始めてから30分ぐらいで一気に柔らかくなって、そこから緩やかに推移していく感じ。だいたいこんな感じだから、ある程度アワビの食感を残されたい方は30分いかないくらいで止めてもらって、で逆に僕みたいにポワポワのアワビがお好きな方は最低でも100度以上で30分以上でお願いします。で一応この知識は寿司のサイエンスって僕の愛読書があるんですけど、ここからの、知恵です。これ面白いですよ。興味がありましたらぜひ。でこの時間を使いましてちょっと肝の仕込みに入ります。今回こちら肝ソースにしたいので、せーのドゥルン。でこちらのアワビの肝のこのビラビラしたところ、これが俗に言う貝紐で、この貝紐の裏というか中にこういった部分があります。なんかイソギンチャクみたいな、多分これがアワビのエラ。あんまりお刺身で食べるっていうのは聞いたことないですけど、全然焼いたり蒸したりしたら美味しいところで、この肝のところのブリンとした部分、ここが、アワビの砂袋で、お刺身はまた後でやってみるとして、今回はこちらは煮アワビと蒸しアワビ用ですんで、これ後でソースにするので、やることとしてはこの砂袋を落とすことぐらい、ぶわーっと出てきちゃいますけどね、体液が。ここ触ってジャリッとしたらさささっと水で洗ってください。そしたら一応これで煮アワビ用の肝の処理は終了で、あとはこちらをこの中で一緒に蒸し上げるだけ。今回ちょっと肝が大きいので30分ぐらい蒸そうかな。今入れちゃうと蒸し時間が変わってくるので、これはまた後で蒸します。というわけで4時間ほど経過いたしました。わあ、めっちゃいい香りする。でも竹串もスーッと入っていきますね。そしてさすが黒アワビ、4時間蒸してこのでかさ、そして蒸しアワビもいい感じでは、これにて煮アワビと蒸しアワビ完成。ではこちらの肝も無事蒸し上がりましたので、パパッと肝ソースを仕上げていきます。でまずこの蒸し上がった肝のうち、こっちのプリップリの肝の方とこっちの貝ひもの部分、この貝ひもとかエラーとかついた部分、ここを分けてあげて、で今肝を取り外したこっちのひもの部分、もうアワビ殻以外ほとんど全部食べられるので、お砂袋も取ってあるし、こっちはバター焼きの具材として使いましょう。じゃああとはボウルの上にこし器をセットして、でこちらを裏ごしていきます。このひと手間でアワビの肝を包んでるこういった薄膜、こういったものがね取れますんでね。これで肝ペースト完成。何グラムだろう、100グラムぐらいかな。じゃあここに昆布だしもいいかなと思ったんですけど、蒸しアワビを作った時に副産物として取れたこちらのアワビのおだし、これ使っていこうかな。これを 30cc、 薄口小さじ2、みりん小さじ2、今この段階だともうシャバシャバでソースにはならないので、ここで卵黄、でこれを直接鍋で火にかけてもいいんですけど、今日はなんとなく湯煎で、でだんだんと卵に火が入ってとろっとしてくるので、いい感じになったら肝ソースの完成。だんだんともったりとしてきましたね。あんまりやりすぎると卵に火が入りすぎてポソポソっていうかボソボソになっちゃうので、ある程度でよし、もういいかな。じゃあもうここまで来たらもうこっちのもんですね。時間のかかるものは終わった。次がお刺身用です。でこちらはもうたわしでゴシゴシこすったので、先ほどと同様殻から外して、でくちばし外して、とりあえず一旦全部この形に。はい、ということで無事きれいにむけました。まずはこちらの前にこっちの肝の処理から。さすがにこれだけの量の肝を食べると多分栄養分取りすぎでお腹壊しそうなので、今回お刺身では肝はいいかな。これバーッと叩いて肝醤油にしてもね、美味しいんですけどね、すみませんね。じゃあまずこのビラビラの紐とこっちの肝とで分けて、この紐についてるこのエラをちょっとお掃除して、あとはこちらを塩もみするだけ。はい、これ貝ひもの処理終了。じゃあ続いてこちらの身の方。先ほどの煮アワビ、蒸しアワビの時はたわしでこするだけで仕上げたんですけど、こっちはお塩&たわしで、このお塩をしてあげるとアワビの身がキュッと縮むので、なんていうか僕みたいにゴリゴリ食感がお好きな方はこんな感じがいいかなと思います。うん、ギュッと締まりましたね。であとこちらは水洗いで、洗う時先ほど口があったところからちょっと伸びたここら辺にね、結構内臓の取り残しがあったりしますので、そこら辺もね重点的に洗ってあげてください。うん、ピッカピカ。で早速こちらをお刺身用に引いていくんですが、せっかくのこんないい黒アワビですんで、いろんな部位をいろんな部位ごとに楽しみたいということで、まず貝柱、アワビのお刺身の中でも比較的柔らかくて美味しいところんで、これは好みだと思うんですけど、僕一度このやり方を拝見して、あ、いいなと思ったのが、アワビをこう見た時の下のビラビラ、裏面向けるとこうガチャガチャしてるところ、ここをね外されてるやり方やったんですよね。こちらは焼きでいただきましょう。じゃあまず貝柱。どうしても貝とかタコって表面がツルツルしてるので、お醤油を弾いちゃうので、はい、さざ波切り。んでこちらの中心部分どうやって作ろうかな。じゃあまずうっすらと切り込みを入れて、こうやって削いで作ろうかな。で一度煮沸消毒した殻につま、んで大葉、んで貝柱、んで身、なんか盛り付け下手くそ。いや、とりあえずすだち添えてお刺身完成。分かった、これもしかしてあれかな、こうやって作っていって、で元あった形に戻して、ちょっと角立てながら、でこれ盛り付けて、こっちの方がかっこいい。うん、アワビのお刺身はさざ波切りからの現状回復からにドンですね。なんかこうしてあげたらなんか食べやすそう。じゃあこっちのお刺身の端っことか、先ほどの肝バターソースで描いたものともう一緒に、よい、大量のバターをのせてあげて、あとはこれで焼くだけ。こちらのお刺身も実食の時まで冷蔵庫でキンキンに冷やしておきましょう。よっしゃ、じゃあ一番最後あと残り5つのこちらで炉バタ焼きを使って焼こうと思ってたんですけど、バター焼きにして、まあ、初歩的なミスやったんですけど、そういえば普通に焼いたらここの穴から全部漏れるなっていうのと、ちょっとね今回の煮あわび割れながらめっちゃいいのが出来上がったのでご近所さんに持っていきたいというわけで、大変申し訳ありませんが今回アワビのバター焼きは省略させていただきます。でもさすがにこれだけだと僕もご飯が足りないので、よいちょっとバタバタサザエを買ってきました。なのでアワビのバター焼きの代わりにサザエのつぼ焼きで、サザエもね今のこの時期すごく美味しいお貝ですんでね、サザエを見ると夏って感じがする。で僕のサザエのつぼ焼きは一度さばいてから入れ直すスタイルですので、いつも通り頭ほじって、ここの貝柱外して、あとは一気にドゥルン。じゃあこちらの頭はこの蓋を外して、で一応この刃も取って、このストレスフリー状態に。でも正直つぼ焼きにするならこのくちばしのところあっても全然構わないんですけど、火を通すならまあただ今日はなんとなく。あとは殻の破片なんかが入らないようにさっと水洗いすれば身の処理完了。続いて肝、もういつも通りですね。この肝のぐるぐるの下、ここで1本ズドン。こっちは美味しい部分、こっちまた後ほど。これで肝の処理終了。ちょっとこっちのぐちゃぐちゃした分の貝柱と残りの内臓、もうこれを手で分けちゃって、この貝柱ではないぐにゃぐにゃした部分はこちらは廃棄。この部分に砂が噛んでたりしますんでね。でこっちの貝柱の方はざっと水で洗いまして、これで仕込み終了。ただこれはもうお好みだと思うんですけど、この貝柱についてるこのビラビラ、この袴って部分がサザエの苦味だったりもするので、苦いのが苦手な方とか、あと小さなお子さんが食べるよとか、そういった場合はとってもいいかもしれないですね。まあ、ただこの苦味もねサザエの持ち味だったりもしますんでね、火は僕つけっぱでいきます。じゃああとは思い思いに詰め込んで、あとはお皿に盛り付ければ、はい、サザエのつぼ焼き完成。よっしゃ、どんどんいきますよ。これで煮あわび、蒸しあわび完成。当然こちらの肝ソースも添えて、はい、というわけであわび御膳の出来上がりです。では実食編へ GO。 というわけで無事に完成しました。黒いダイヤ。実食に入る前にちょっと皆さんにご報告です。多分これなんかが分かりやすいと思うんですけど、この子はちょっと黒っぽくてこっちは白いじゃないですか。あれこれ本当に黒あわびかってなったんですよ。俗に言う白アワビというか、メガイというか、それなんじゃないかなと思って、ちょっともう疑心暗鬼になってたんですけど、先ほど我らが師匠と言いますか、金子さんにね、お電話させてもらって、写真をね、見ていただいたんですけど、まあ、おそらく黒アワビだろうという、お墨付きをいただきました。金子さんもおっしゃってましたけど、黒アワビというか、このアワビの選別、すごい難しいみたいですね。もしお詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、いただきます。あーね、泣けてくるぐらいキンキン。じゃあまずはお刺身と、その前にこちらからいかしてください。煮あわび、ちょっと今ぬくめ直してきたんですよ。多分冷えてるとゼラチンが固まるかなと思って、煮氷みたいにこの冷めないうちにね。でもその前に、はい、乾燥防止のラップです。もうこれが何より大事。じゃあせっかくなのでちょっとかっこよく盛り付けて、一旗程度にぬくめ直した肝ソースで、一番良さげなこのドセンター。嫌なところがない。正直鮮度感バリッバリなアワビって感じもなかったので、今回の肝もね、ちょっと臭みとか苦みあるかなとかちょっと心配してましたけど、皆無、抜群にうまいね。でも正直ね、今回こんだけ大ぶりにブリンと切ってあるので、なんていうかこのポワポワ感とかこのふわふわ感というよりかは、プリップリッって感じ。うん。もうこの端っこの部分はね、プルプルですね。こちらのアワビのこのひだひだのところ、結構これ煮アワビっていう商品でここも切り取ってなんかより見栄えよくしてあるものも結構多々見かけるんですけど、このふわふわのところがすごい綿で、逆に中心部分のこの身の部分はブリッブリ、食べる場所によって食感が違うって面白いね。最高だね。声が小さくなるね。でこっちの黒っぽい方と白っぽい方、味はあんまり変わんないね。やっぱ同じ黒アワビなんでしょうね。はあ、ネバーエンディングビール。じゃあちょっとごめんなさい。ちょっともう18時間料理してたらちょっともうお腹ペコペコなので、ちょっと一旦2人っきりになります。アワビとまた数秒後にお会いしましょう。よし、ちょっと落ち着いた。で、ここで僕が楽しみにしていた一緒に煮込んだ大根、美味しいけど苦いね。ああ、日本酒が欲しいってなる。ああ、苦いね。ゴーヤチャンプルーが10だとすると8くらい苦いね。うん、いい苦みです。じゃあお店では絶対にできないことをやりたい。この煮アワビに頭悪いレベルで肝ソースべしょべしょにして、まだおお、尿酸値の上昇を感じるプリン体パーティー。もうね、煮アワビ、肝ソース、アルコール、この3つを食べ続けると多分僕はもうあと5年と生きられないんだろうね。でもそれを許容したくなるくらいにうまい。生まれ変わってもアワビを捕食する生物でありたい。じゃあこれにて煮アワビ完食。よいしょ。じゃあちょっと蒸しアワビも1枚だけ。こっちはぬくめ直してないんでね、見た目的には先ほどとあんまりこうね、変わり映えはしないですけど。ちょっとごめんなさい、まずそのまま食べてみたい。煮アワビと甲乙つけがたいな。でもやっぱ蒸しアワビの方が、なんていうんですかね、なんかそのものの味じゃないですけど、なんていうかこの子自体が持ってる香りとか味とか、なんかそういったものがやっぱ立ちますね。あとちょっとお酒を振ってる分、ちょっとお酒のこう酒蒸しっぽいような香りもして、さっきの煮アワビの時には感じなかった、なんていうんだろうな、なんかちょっと苦みも含んだような、このなんかこう、官能的なやつ、それを感じるもんね。なんだろう、蒸しアワビにはエロスを感じる。じゃあこの子はちょっとつまみ食いをしたところで、はい、こっち、はい、刺身でございます。じゃあお醤油準備して、この良さげなところポロッとわさびものっけて、やっぱアワビのお刺身は美味しいね。ほんと癖がないで、食感的にもちょうどいい。もうサザエはね、もうゴリッゴリですけど、アワビはコリッコリ。まあ僕は顎がゴリラなんでね。じゃあ僕の大好きな貝柱、柔らかくて美味しい。なんだろう、柔らかいと言ってもなんかこうホタテとかそういった柔らかさじゃなくて、なんていうかこうシャキシャキというかこうサクサクっとこう噛み切れるような柔らかさ。で、そんなめちゃくちゃ甘いっていう感じでもなく、癖のないお上品なお味。うん、最高ですね。じゃあ続いて貝ひも。これもお醤油べしょべしょにつけて、わさびのっけて、うん、コリッコリだね。で、しっかりと塩もみしてる分、もうぬめりもなく、もうこの塩もみしてあげないとね、口の中泡だらけになりますんでね。うんまっ、これでキムチとかであえたら美味しいんだろうな。貝ひものキムチあえ言うてね。うんで、こちらがしっかりと隠し包丁を入れたやつ。こんな感じで、うん、いやー食べやすいね。これなら女性でも食べやすいんじゃないかな。うん、じゃあちょっと食没。ちょっとこちらでお刺身はラストですね。はい、僕の大好きな貝柱がこんだけ集まっております。好きなものは取っておくタイプ。あ、うまっ。あー、大変おいしゅうござんした。じゃあ続いては。はい、つぼ焼き。じゃあまず一度むき身にしたやつを並べて、はい、イグニッションで、ここにお醤油垂らして、うん、まだ身が生きてるね。お醤油でキュッとなりますね。あとはじっくりじっくり焼いていきましょう。でもだいぶいい感じですね。ジュワジュワですね。で、この焼き方のいいところは、もう手を汚さずに食べれること。ほ甘ってめっちゃうまい。やっぱサザエは味が濃いね。あ、今日一でビールに合うサザエのつぼ焼きなんて、もうバーベキューの定番中の定番ですもんね。最高で、ここがあれですね。はい、貝柱ですね。あー、ほろ苦くて美味しい。サザエのつぼ焼きは本当に無限。はあ、最高で、やっぱこの手間はかかりますけど、一匹一匹さばきますんで、手間はかかるけど、砂袋とかそういったところを完璧に除去するので、ガリッっていうのがまずない。それが大きいっすよね、この作り方は。そして手を汚さない。まあ、ただその代わり失うものもありますけど、でも僕はこれが好き。よいしょ、あ、よいしょ。じゃあ次も焼いて、で、一応サザエのつぼ焼きの醍醐味として、剥いてないサザエも3つほどご用意しております。まだまだ元気ですね。で、焼いてる間、こちらの出来たてをいただきながら、これが一番大きなサザエの頭ですね。立派。あ、うんまっ。でもってきましたね、ついに。はい、肝。こっちはお酢ですね、白なんで。あー、うまい。またアワビと違ったこの磯の香りがしっかりと、その香りね、酒と合わんはずがないもん。夏最高で、こっちのサザエもいい感じですね。じゃあ一度むき身にした方はもういけそうなので、はい、おいで。美味しさが色あせない。じゃあいらっしゃい。でこのタイプは皆さんご存知の通り、ここのとこにお箸をグッと入れて、あとはこのまんまドゥルドゥルドゥルーっと、よいしょ。あー切れた。肝残っちゃった。で先にこっちの肝から、この子はメスですね、黒いから。でやっぱこういうふうにこうさばかずに焼いた方がサジャの香りがすごく豊かなんですよね。もうサザエジュースがすごいので、よいしょ。で僕はいつもここは食べません。なんていうかこう調理中にここは食べないって言った場所、砂が噛むので。じゃああとはここをうわすごいジャリジャリする、ジャリジャリするけど美味しい。味的にはこれが一番美味しい。お酢の肝うまいな。ありがとうございます。じゃあラスト。お綺麗にむけた。これにてサザエのつぼ焼き完食。じゃあラスト。なんかサザエの足のところとか、あとお刺身の端っことか、そこのところのバター焼き、これを作っている間に、はい、酒蒸しでも食べながらゆったりまったりしましょう。んでもって、はい、ここでお酒をチェンジ。バンダイですね。そして今日も冷やです。夏ですんでね。じゃあはい、おいで。肝ソース。あ、そうです、もう酔っ払ってます。いい感じのほろ酔いです。子供の頃には思わなかったね。右手に蒸しあわび、左手に日本酒、こんなご褒美が来るとは。皆さんこんにちは、編集中の谷安です。皆様大変申し訳ありません。ちょうど今しがた蒸しアワビを食べていた谷崎ですけども、こちらの蒸しアワビおよびお刺身の端っこたちのバター焼き、こちらをいただいていた次の約30分間の録画ファイルが破損しておりまして、この後一気に30分時間が飛んでしまうことを深くお詫び申し上げます。少々違和感のある感じになるかと思いますけども、引き続きお楽しみいただければ幸いです。でラスト、ここのバターを使って、はい、いってらっしゃい蒸しアワビ。でここに肝ソースダバー、よし完成。蒸しアワビの良さは全部ぶっ飛んでいきましたけど、最高にうまい。じゃあ本日もこちらでラストということで、ラストスパート。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。やっぱアワビは美味しいね。まあ、もちろんアワビ自体が美味しいっていうのもありますし、やっぱお店に行くにしても自宅でこう作るにしても、やっぱこんだけ高級食材なんでね、なんかこう思い出に残る味になりますよね、アワビはね。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。